見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。刑事ドラマを見ていると、街の裏側や怪しい人物の情報を刑事に吹き込む人物が出てくる。いわゆる情報屋だ。彼らのことを公安では協力者と呼ぶ。街のチンピラみたいな人間はもちろんのこと、テレビや雑誌など各メディアの記者やリポーターにも協力者はいる。ターゲットが勤める会社の上司や同僚なども協力者になる。彼らはターゲットの素性や本性は知らないが、ターゲットのことをよく知っている。ターゲットの周辺を調査、と調査する過程でそういう人物が浮かび上がったら、様々な手を駆使してその人物に近づく。ある極左暴力集団のターゲットを基礎調査、視聴する過程で、ターゲットが勤める会社の同僚 A が、ターゲットと非常に仲が良いことが分かった。私はターゲットに関するオペレーションを管理する作業指導官の指示に従い、A に接近することにした。A は無類のパチンコ好きで、いつも同じパチンコ屋で打っているという。そこで、ある時、A が売っている台の隣に座り、A に、どうです。この店はよく出ますか、と話しかけた。パチンコは学生時代に何回か打ったきりで、その後は全く打っていなかった。見る人が見ればど素人であることは一目瞭然だっただろう。だが、A は自分の台しか見ていなかった。私の話に疑うことなく、この店は、土日は釘が厳しい。木曜日の昼間が甘いから、時々有給休暇を取ってきている、などと返してきた。何度かそのパチンコ屋に通ううちに、A とは顔見知りになった。隣同士で打つことも多くなり、次第に親しくなっていった。A と親しくするのは、ターゲットについての情報を知るためである。だからといって、パチンコを打ちながらターゲットの名前を口にすることはない。ましてターゲットのことを聞き出すことなど絶対ない。不調で、ターゲットが極左暴力集団に所属するのを A が知らないことは分かっていたが、それでも唐突にターゲットの話題を持ち出せば、間違いなく怪しまれるだろう。だから、私はその時が来るまで、じっくり時間をかけて A と懇意になっていった。私の台がとても調子よく、A の台がうんともすんとも言わないときは、急に用事ができて、すぐに出なければならなくなった、と台を譲ったこともあった。化けが混んでいる A は大喜びである。次に私がパチンコ屋に顔を出したのは、1ヶ月後のことだった。間を空けたのは、作業指導官の指示である。疑惑、A にはお前に対する良い印象が残ったはずだ。でも、それだけでは、お前に会いたいとは思わないだろう。また会いたいと相手に渇望させるには、1ヶ月くらい顔を合わさない方がいい。人間心理の機微に通じたものの発想である。実際、ご無沙汰です。名古屋に長期出張に行ってました、と言って、久しぶりに A の隣の台に座った時、A は心から嬉しそうな顔をした。それからも、パチンコの後、A と近所の居酒屋に飲みに行ったり、一人暮らしの A の部屋で家飲みをしたりして、とても親密な仲になった。話の中で、A の会社のことも次第に分かっていった。ターゲットのことに触れて不自然に思われなくなるまで、あと、一息である。しかし、その矢先に作業指導官からオペレーションが変わったとの連絡が入り、私はお役御免となった。私の後任の捜査員が A の担当となって、A のパチンコ台の隣に座るのかもしれなかったが、それは私にはわからなかった。A に転勤が決まって、この店に来るのも最後です。短い間でしたが、ありがとうございました、と言ったとき、寂しそうな顔をしていたのを覚えている。以上、勝丸円覚氏の新刊、警視庁公安部外事課、公文社をもとに再構成しました。元公安が明かす、外国人によるスパイテロ、犯罪行為を水面下で阻止する組織の実態とは、